どうも、奈良コミの高です。今回は県外からもわざわざ足を運ぶ方もいらっしゃるくらい超人気の洋食屋さんに行きたいと思います。実は過去に3回お店の前を通っては行列で断念していたお店です。ただ今回はピーク帯をずらして14時頃、しかも土平日に行きたいと思います。これで並んでたら泣く。現在国道309号線を走行中、ポツンとログハウスのお店が見えてきたら、そちらが目的のお店なので早速行ってみたいと思います。今回お伺いしたのは奈良県御所市宮戸にある洋食グリル&コーヒー和田金さん。店内に入ると天井が高く木のぬくもり感じられるログハウスで、テーブル席がございます。メニューもいろいろあって、日替わりランチから和田金定食、ハンバーグステーキやエビフライ、肉料理やカレーなんかもございます。注文すると定食セットのスープが先に届きます。今回注文したのは和田金、食後のドリンクもセットです。まずインパクトがある有頭エビフライから、めっちゃ大きい唐揚げが2つ、そしてなんと骨付きのウインナー、珍しい。野菜やフルーツもついてきます。それではいただきます。まずはスープから。あ、もううまい。優しい味わいのコーンポタージュ、洋食を食べる最高のスタートです。次は唐揚げ、これめっちゃサイズ大きかったよ。次のカットでわかります。口を大きく開けて食べる。わあ、うまい。口の中で肉汁がじゅわーっと出てジューシーで、スパイスも効いていて、さあお米が欲しくなるので口に入れるだけ。美味しいわ。お米との相性抜群。あんまり他にはない味付けの唐揚げです。次は骨付きウインナー、これも見た目からワイルドですね。絶対にうまいやつ。食べてみるとパリッと肉肉しく美味しい。さあエビフライですよ。タルタルソースと一緒にいただいちゃいます。口に運んで、わあプリッと、めっちゃ食感があってこれも美味しい。身もしっかり詰まってて幸せや。白ご飯が進みます。サラダも新鮮でめっちゃ美味しかったし、季節のフルーツも最高。もう夏だねって感じさせてくれました。食後のコーヒーは冷たくて美味しいし、グラスもおしゃれ。ミルクとシロップもたっぷり用意してくださっているので、お好みで大満足。ごちそうさまでした。奈良コミ。はい、てなわけで洋食屋グリル&コーヒー和田金さんの方で和田金定食いただいたんですけども、うまかったですね。ボリューミーということでね、まずこちらのお店ね、国道309号線沿いにポツンとログハウスのお店が現れるんですけども、こちらのお店ねめちゃくちゃ人気で、県外の方からもね多く足を運ばれてるお店なんですけども、実は今回3回目でようやく並ばずにお伺いできました。というのも今回2時頃にお伺いさせていただいたんですよ。普段はねバイカーの方からも人気ですし、もう街は当たり前ぐらいのお店なんですよ。その人気の理由がもう今回行って分かりました。まずお店の雰囲気がすごく気のぬくもり感じるログハウスチックなお店で、すごいこの御所の周辺もね自然に囲まれてて、めちゃくちゃ気持ちがいい場所なんですけども、そんな場所で食べるこの洋食、今回和田金定食なんですけど、有頭エビフライと唐揚げと骨付きウインナーがメインの定食で、これがもう最高です。まずねライスがね小中大ってサイズ選ぶことできまして、僕はね今回中にしたんですけども、それ以外にもスープもついてきます。でも一品一品がもう絶品って感じなんですけども、まずこの唐揚げが僕は特に好きでした。もも肉の唐揚げで、噛めばすごいジューシーなんですけど、もうこの味付けがね、このスパイシーな味付けで、といっても辛さっていうよりは胡椒のうまさっていう感じの味付けなんですよね。これがもうね絶品でね、ご飯も進むし、ビールがあればビールも進むぐらいのね感じの味なんですよね。またエビフライがね、このタルタルソースと一緒に食べるんですけども、このプリッとしたエビで、これもまた美味しかったですね。極めつけは骨付きウインナーですね。骨付きウインナーってなかなか食べる機会ないと思うんですけど、久しぶりに食べたんですけど、食べてみるとねすごいパリッとしてて、めちゃくちゃジューシーでピューンってね、ソーセージの肉汁が広がるんですけど、これがまた肉肉しくてもう最高でした。野菜自体もねしっかりと美味しかったですし、季節のフルーツなんかもございまして、今回はねブドウとねスイカがあったんですけど、どちらも美味しかったです。あとねこちらねドリンクもついてまして、食
後のドリンクということでコーヒーかカルピスか選ぶことできたんですけども、今回僕はコーヒーを選ばせていただきました。こちらのコーヒーもね、苦さがね深くてすごく目がね覚めるようなコーヒーで、これも美味しくいただくことができました。また今回頼んだメニュー以外でもハンバーグであったりとか、あとカレーライスであったりとか、あと曜日ごとのランチみたいなのもあったりして、その日その日でね楽しめるという感じのお店になってます。駐車場に関しましては、お店の横と30メーターぐらい先にね広く止めれる駐車場もあるみたいですので、止める場所には困らないかなと思います。とにかく一品一品がね独特な味付けで、すごい個性あふれるお店だなってのを感じました。だからこそこれだけ人気にもなる理由も分かりましたし、また足運びたいなって気持ちにさせていただきました。ぜひね皆さんもね、ちょっと遠くに住まれててもね行く価値ありますし、並ぶ価値があるお店ですので、気になった方は足を運んでみてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報等を知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日のタカの一言、和田金ヒカキン、次回のところでお会いしましょう。バイ。ちょっとやばいかなこれ。